はい、では始めていきたいと思います。まず最初に言っておかないといけないことがありまして、これを撮る前の日にコメントをいただきまして、エビルマウンテンと大神殿ではモンスターは仲間にならないというコメントをいただきまして、知らなかったんですよね。で、エビルマウンテンでもすでに3、4回動画を撮っていたんですよ。なので、それが、動画が上がることなく、お蔵入りという形になりまして。で、エビルマウンテンに行く前というか、多分、どういう撮り方してたかちょっと忘れたんですけど、どっかでモンスター仲間にして、後半エビルマウンテンに行ってるとか、そういう動画が多分あるかもしれないんですけど、その動画と、この動画をつなげるという感じと、つなげるというか、その動画を前の動画で、この動画がその次の動画という形にします。いやー、弱ったね。3、4本お蔵入りになりました。とりあえずどうしようかな。なんか仲間にならないなと思ったんですよね。そしたらそんな状況でしたね。知らなかったよ。本当に知らなかったよ。てっきり仲間になるもんだと思ったんで、本当に知らなかった。ちょっとね、どこで狩ろうか迷いながらですけどね。どうしようかな。大神殿っていうのは、あれだよね、今使った天空のベルの、そのドラゴンで行く山のとこですよね。主人公が奴隷として働かされていたとこですよね。そことラスダンのエビルマウンテン。それがダメだと。ライオンはどこに出てくるんだろう。いいか、ハームライオンいいや。あとにしよう。そこ行こう。サラボナじゃないけど、いいや。したな。編集したのにな。編集して動画撮って編集して何時間かかったかな。あれ全部で3時間くらいかかったんじゃないかな。しょうがないよな。やらかしちゃったもんな。いやー、知らなかったですよ。本当に知らなかった。だってドラクエ5にそんなこと書いて、よしよしよし。書いてなかったもん。持ってた昔の攻略本に書いてなかったんだもん。いや、書いてたのかな、わかんないけど。頭にならないわ。あんだけやってて何回勝ってたんだろう。200、300、1時間ちょいですもん。3、4動画撮ってましたもん。やらかしたな。多分あのまま気づかないで買ってたと思います。すごく助かりました。コメントいただけて本当にしょうがない。いろいろ喋ってもいましたね。何喋ってたかな。まあね、とりあえずまあ分かったものは分かった。まあ前進はしたと。ちょっといやまあやっぱ仲間になってなかったんで、なんか停滞気味な感じはあったんですよね。なのでまあこれは仲間になったんだから、まあ前進したということで、うん、でもうついでかわかんないけどラスボスも倒して裏のダンジョンに行けるようにしておきました。シュプリンガーでどこでやったらいいんだろう。シュプリンガーの出現ポイントがわかんないな。知ってる場所は知ってる場所はエビルマウンテンと大神殿だったんですよ、自分の中で。で2つが潰れちゃったんで、どこだ。ここで出てきたりしないよね。すごい適当にいろいろ進んでるけど。どこだなんて言ってるけど後で調べると思うので、あ、それじゃあ無理。まあ狙いを定めた時に調べるんで。おい、ちょっと運いいんじゃないの。まああれだけひどい目にあったから、あんだけひどい目にあったんだから、そりゃこんだけのご褒美あるよね。もう自業自得なんだけど、あんな仲間にならないところで200、300も買ってれば、そりゃご褒美くるよね。いやー、ひどかったなー。スライムベホマツなんだよな。さすがにこれ64分の1だったかな。さすがにちょっとね無理ですよね。まあいいや。じゃあ2種類仲間になったし、夏団行きましょうか。夏団に行きます。夏団に行きたい。はい、こんな感じで行けるようになってます。お、こいつですよ。256分の1。256分の1なんで、まあね。まあね。まあねですよね。いやー、よかった。とりあえず。よかったのかな。まあ、よかったんだろうな。まあ、ほんとちょっとどういうつなぎしてるかわかんないんですけど、まあ、見苦しいことには変わらないでしょうね。まあ、不自然なつなぎにはなるので。あ、シュプリンがいるんじゃん。ない。はぐれメタロウ、メタロウ。どれだっけ？メタロウか。まあね。ああ、ミミック。あ、はい。ザラキ効くんだね。ザラキが効くんですね。そうですか。またはぐれか。5は違うんだ。5はパーティー全員が同じ敵狙わないんですね。メタル狩りの時にバラバラなんですね。3とは違うんだ。3は単体、こっちが単体攻撃の3の攻撃をした時はみんな同じ敵を狙うんですけど、こっちは違うんだね。それは厄介だね。しょうがない。ちょっとな15分ぐらいで終わりにしなきゃな。数稼がないとな、録画の動画の。まあ、続けて撮りますけどね、ここでね、しばらく。ここはいろんな敵が出るので、狙い目ではありますね。まあ、ほとんど低確率ですけどね。はい、ということで、じゃあ15分過ぎたので、今回はここで終了にしたいと思います。引き続きここで買っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。